ラー・スウィフトが2週連続1位、今週の全米アルバムチャートビルボード200は、先週1位に初登場したテイラー・スウィフトの新作エバーモアが首位をキープした。デジタル、ストリーミングに加え CD が発売されたことで2週目のセールスも好調だった。イギリスで初登場トップに輝いたポール・マッカートニーのマッカートニー3は全米では2位にチャートイン。フィジカルフォーマット CD、LP のセールスは今週最大で、トップアルバムセールスチャート及びビニールアルバムスチャートでは1位を獲得した。LP はアートワークやビニールの色を変え、10タイプ以上が限定発売されたそうだ。3位には、デラックスエディションがサプライズリリースされたエミネムの Music to be Murdered by、新タイトルは Music to be Murdered by Side B が再エントリーした。今週新たにトップ10入りしたのはマッカートニーの新作のみだった。クリスマス時期で4位以降はクリスマスアルバムが占め、マイケル・ブーブレのクリスマス2011年が4位、マライア・キャリーのメリークリスマス1994年が5位、ナット・キング・コールのザ・クリスマス・ソング1963年が6位、キャリー・アンダーウッドのマイ・ギフト2020年が7位、ペンタトニックスのザ・ベスト・オブ・ペンタトニックス・クリスマス2019年が9位、インスガラル・ディ・トリオのエイ・チャーリー・ブラウン・クリスマスのサウンドトラック